2021年7月21日、突如としてこのようなスレが立てられた。結婚を取りやめにしようか悩んでる。コロナ禍が終わることを前提で、来年式を挙げるつもりなんや。それでもろもろ計画を立ててたんやけど、彼女が新婚旅行に弟を連れて行きたいって言い始めたんや。新婚旅行なんやし、家族旅行はまた別の機会にしてくれよって言ったんやけど、絶対弟連れて行った方が楽しいってだだこねるんや。こらあかんと思って彼女のご両親に相談したんやけど、にこやかに、昔から指定仲良かったからなぁ、よろしく頼むよ、という始末。なんか相手一家に違和感を感じ始めてきて、結婚取りやめにしたくなってきた。新婚旅行に兄弟連れて行くとかおかしくない？当の弟も乗り気で楽しみにしているらしい。取りやめにしろ。やっぱりおかしいよな。家族の距離感というか、なんか変。弟くんどんな感じなんや。一回だけ会ったことあるけど、普通の大学生って感じ。陰性らしいけど。辞めたいという気持ちが湧き上がった以上、結婚しても旅行に行っても嫌なことがあったらやっぱ辞めとけよかったってなる。その気持ちはもう消せないから辞めとけ。そうやんな。ここは勇気を出すところやな。新婚旅行でさえついてくるなら何してもどこ行ってもついてきそうやな、きっしょ。ほんまそうや。弟を引き取る気はないで。ちょっと怖いね。前から彼女は弟の話をよくしてたから、仲いいなとは思ってたけど。ちょっと異常や。Y の親戚は引き上げずに身内に報告だけする形式取ってたけど、そういう形じゃあかんの？旅行の件は別として。コロナ禍が続いたらそうするつもりやで。緊急事態宣言が出たら格安でキャンセルできる式場のプランなんや。絶対別れた方がいいぜ。てか初めからこんなつまずき方ありえんわ。むしろ結婚する前でよかったわ。これマギなん？デートにまま連れてくようなもんやん。都市伝説級やな。まだデートにままのがマシなレベルやろ。交際期間は？2年ちょっと。普段の旅行でも連れて行かないのに。なぜ新婚旅行に連れて行くのか。普段の旅行なら別についてきても許したかも。家族旅行ならわかるやで。やけど一気も家族旅行はまたの機会にって言ってるし、家族が仲いいこと自体は否定してない。なのに嫁は新婚旅行に弟と月を投げそんな固くなに。ほんこれ。意味不明すぎ。なんとか斜めるか斜めても連れて行く気ならマジで結婚やめた方がいい、これはガチ。すでに彼女は不適され始めてる。それで不適されるのはおかしいからマジで後悔したくないなら結婚やめとけ。せやな。やっぱり Y の違和感は間違ってないわ。結婚やめるつもりやったけどここであえてダメ押しくらいたかった感じ。それまでは家族仲良くて羨ましいくらいやった。嫁側の家族なべ一人違和感ないてないのがやばい。弟も遠慮せずついてくる気満々なのも。親が兄弟仲ええねえおほほ。なべも申し訳なさそうやないのが違和感すごい。一気何歳？34歳。まだやり直せる年齢や。その女やめとけ。小学生の弟が行きたいっていうのが許されるレベルやろ。それでさえ親が引き止めるよな。新婚旅行に兄貴ついてきたで通訳として。言うの。外国人と結婚したの？兄がアメリカに住んでた時やって英語ペラペラなだけ。絶対自分たちだけが行かないようなとこ案内してくれた。同棲はしてないんかい？してない。弟も一緒に住みたいってと結婚した後に言われたらどうする？状況によるかな。困窮しててとかなら持ち直すまでは面倒見るのは当然かと。一回一緒に住んだらおしまいだと思うよ。その家族。私は、絶対楽しいし、基本的にこの思考だから、この女がめ。これ、こっちは楽しくねえつってんだろ。これやな。Y の気持ちを考えてくれない。将来的に絶対価値観の違いでもめそうやな。まあ、マジレスすると普通に二人だけがいいって言えばいい。それでも食い下がらんようなもんならフェードアウトや。もう言ってる。弟と結婚しとけよって思ってしまった。どっちが正しいとか意味ない。そこすり合わせる努力できないなら多分この先も苦痛やろ。普通の親戚付き合いも苦痛なやつおるし、そんなん人それぞれだからべき論で考えてもためにならん。せやな。お互い譲れなかったので破談。それだけや。その弟はどういう性格なんや？一回しか会ったことないから何とも言えない。彼女の話だと、優しくて面白いらしいけど。イッチは結婚するまで違和感とか感じことあるん？強い違和感はこれが初めてかな。小さい違和感ならある。部屋を移動しても電気を消さないとか、開けた扉を閉めないとか。やめとけ。それはやめとけ。その価値観の違いは致命的やで。それまでは言えば直してくれたんや。嫁も弟。
今日はすき焼きですか。嫁、まあ、もう嗅ぎつけたのね。嫁の弟、せっかくだから僕も食べさせてもらいますよ。いやあ、美味しそうだなあ。いただきまーす。嫁、あらあら。結婚後はきっとこうなるやろうなあ。ノリスケおじさんみたいになっててくさ。いっちも弟と仲良くなる路線はないんか。そういう問題とちゃうやろ。もうすでに悪印象やしなあ。旅費どうするんやなしたるんか。お互いの収入を鑑みて、3分の2がワイ負担。結婚後はお互いに家庭の財布に毎月お金を入れて共同管理するつもり。え、弟の分もなすん？マジでそれ弟申し訳なさそうな感じないん？弟分は弟自身か嫁か嫁の親がなせや。ってことになるわな。頭おかしい。ちなみに弟何歳？わからん。陰性やから24歳ぐらいやない。そんなら新婚旅行はいかんってきっぱり言った方が。ところで新婚旅行はどこへ？普通にハワイのつもりやった。彼女がジェットスキーしたいって。きっつ。結婚先考えてるくらいやし誠心誠意説得した方がええで。説得って言うけど他人の決定を変えることってものすごい労力やで。んなことわかるで。でも一生を棒にするかもしれんし労力かけて当たり前やろ。弟も来るなら金銭面で困るから払いやめて小笠原にするって言え。書き込みの多さに読むだけでいっぱいいっぱいやわ。でもそれだけ彼女がおかしいことがわかった。自信を持って破談の話をするわ。その後報告してくれメンス。わかった。明日会うからその時話して、週末ぐらいには報告するわ。そんな簡単に済まないかもしれんけど。続報待っとるわ。刺されないように人目のあるところで話するんやで。別に弟さんが来るくらいどうでもええやろ。もし一致が人見知り気味で気まずくなるのを恐れてるんなら、事前に何回か話す機会作ってもええし。ほんまにこういうか期間のやつおるから分かり合えんわ。二人より三人の方が基本的に楽しいやろ。そりゃ弟さんがヤバいやつでなるべく関わりたくないとかなら別やけど。ニキ一致の婚約者の弟やろ。このスレ見てもらえば分かるけど全員新婚旅行は二人で行きたいって意見や。二人で行った方が楽しいって言ってるやつは多いけど、具体的な理由を述べてるやつはおらんしな。いまいち根拠に乏しいのも事実や。いやそれでも新婚旅行はないわ。新婚の夜あることにお邪魔虫はいらんで。単純に、三人やとつまらんのやで。もともと弟のこと嫌いやったんか。それなら妥当やね。嫌なやつ一人いるだけで旅行は楽しくなくなる。ちゃうねん、二人で行く気持ちでいたから楽しめなくなるんや。家族旅行は別の機会にすればええ。別に弟さんが来るくらいどうでもええやろ。こう思う人もおるんか。まあ、あとは自分はどう思うかやけど。まああまり早まるな、ここの日の手どもは破談させたくて仕方ないんやから。しっかり彼女と話すべきや。新婚旅行はこれから二人で人生を切り開いていくことを二人きりで確認し愛情を深めるが一歩を踏み出す行為や。それに第三者を連れてきていいんか本当にそう思うならこの話は破談や。と聞け。オンリー民からのアドバイスや。なるほど、話の切り出し方はそういうのがええやろな。途中までしか読んでないけど自分が母親連れて行きたいって言ったらどう思う？って聞いてみたら。この手の相手は、いいんじゃない？って言い出すのよこれが。あくまでエッチが嫌がってるってとこを中心に話せにゃ通じないのよね。弟さんがカメラマンやってくれるんやろ。エッチがカメラマンやろ。くさ。マジでこれがありそうなんだよな。自分のご両親には相談したか。両親は早くに亡くしててな。兄弟も親戚もおらんから、最初は彼女が家族仲ええのが羨ましかったし。家族関係ってどういうものかよくわからなくてお前らに意見を聞きたかった。夫婦になる二人で行くものだと思っているから残念。家族同士の旅行はまた別の機会に行こう。とても大きな価値観の違いと溝を感じていて、結婚後もやっていけるかわからない。このあたり伝えるのが無難か？新婚旅行について来ようとする弟も頭おかしい。普通は察して断れよ。ハネムーンベイビーが夢や言うとけ。弟とハネムーンベイビー作るんやろな。って勘ぐりたくなるわ。まるでサガエイカを相手にしてるような伝わらなさやな。カツオノリスケあたりはついてきたがるけどさすがに波平は一括するやろ。多分姉を託すべき相手か試したいんやろ。熱いぜ。ここでいいよと言えば気が大きいと認められ二人きりの新婚旅行を許される的な。新婚旅行で試してくる家族とか嫌だわ。嫁さん合意より相手の親と合意形成できない関係性なら結婚やめた方がいいよ。真面目に。これ、価値観が合ってないことの一現象に過ぎない。
ここで折り合えないなら延々揉めるわね。ふてくされるはクソ物件っぽいけどな。大人なんだから会話せよと。自分の気持ちをすぐに言語化できないみたいで、喧嘩するとしばらく会話不能になるんや。一定期間冷却期間を置けば、今までは割と折衷案を飲んでくれた。でも、今回に折衷案はない。あるとすれば後日家族旅行かな。ワイもはねいるけど、新婚旅行ついていこうとは思わんな。めっちゃ気まずいやん。こういうのって普通お茶目な嫁母が、いいわねー。弟、もう連れて行ってもらったら。っていうようなもんやろ。そうであればいいんやけどね。逆にそんなヤバいレベルの価値観の違いに今まで気づかなかったエッチが悪い。何回も言ってるけど、Y は全在孤独やから家族の距離感がわからんし、仲いいのが羨ましくもあったんや。正直、Y も姉とは仲いい方だけど新婚旅行じゃなくても姉夫婦の旅行までついていこうとは思わん。一気の価値観が正しい。とりあえず成田離婚を準備して連れて行ったらええ。つまらんかったら別れよ。いや、そもそも現状では入籍したくないんですが。答え出てるやん、そのまま言えよ。一方的な押し付けをしたら彼女のやってることと同じやんか。まずは自分で妥協点を探して、それを向こうが受け入れられるのかを確認せんと。向こうもだいぶ冷静になってると思うしな。弟が来るか来ないかで妥協点なんてないやろ。半分に切断して持っていく気か。Y の妥協点はやはり、家族旅行は別でやってもらうことやな。新婚旅行とは別に、親睦旅行をしてもええとは思う。休み取れるか知らんけど。嫁は新婚旅行という特別な旅行に弟を連れて行きたいんやで。ただの旅行じゃなくて。ということになれば破談やろな。こういう話し合いが必要なんや。一方的な破談は失礼やろ。失踪すればええやん。そこで情を見せるな。ま、一方的な破談にした場合慰謝料払えんってのはあるから、お話し合いの上別れたって儀式も必要なんやで。もう正式に婚約してるしな。絶対にやめた方がええで。嫁家族総出で今後一致にたかり続けるで。フィリピン人や中国人と結婚したら祖国から家族親族総出で押し寄せてくるイメージや。両親いない Y より彼女実家ははるかに裕福やけど、むしろこじやった Y に偏見持たずにいてくれるのはありがたい。あとここの声ダメだけじゃなくてリアル知人にも意見もらった方がいい。特に女友達いるなら女性視点でのスタンダードを確認した方がいいよ。新婚旅行に弟を連れて行かないっていうのは性別関係なくスタンダードやろ。恥ずかしいやん。こんなこと相談するの。でもそうやな、友人にも意見を聞いてみるわ。だからこそだよ。恥ずかしいと思うけどここはエッチの人生の分水嶺や。Y も普通は新婚旅行に誰も連れて行かないと思うけど今の状態で話し合いするのは第三者がいないようなもんや。明確でも不明瞭でも客観的な意見は抑えておいた方がいい。せやね、相談するわ。Y は過去が両家族連れてみんなで行きたいって言うから心地よく承諾したで。それならええと思う。家族は家族で勝手に楽しんでって感じやろ。なんか祭りみたいになってしまったな。アドバイスくれた人たちありがとうございます。もう語ることはないと思うのでそれから去ります。明日の話し合いの結果は追って報告します。そして翌日、イッチは新しいスレを立てます。昨日、結婚を取りやめにしようか悩んでる、ってスレ立てたものやけど。とりあえず結果報告。今日朝から会って話し合ってきた。結論から言うと Y が振られた。今回のことで Y の言動に違和感を感じて結婚できないって思ったらしい。なんというか、向こうから振ってくれたのはありがたい話なんやけど、なんか釈然としないわ。昨日スレ見てくれた人にだけ分かればいいと思うから敬意はあえて書かんわ。嫁がブラコンの人？よかったやん。そうそう。なんかあっけないものやな。しかもなんか向こうがイニシアチブ握って終わったみたいな、なんなんやろ、この気持ち。ま、要するに向こうも別れ話をするつもりで今日来てましたってだけのことやわ。余計な手間が省けたと思うことにしよう。忘れろ、そういうのは多分、自分の価値観が絶対、な人なんや。あれはどう考えてもいい気がまとも。そうみたいやね。しかし、お互い違和感があったならある意味円満解決か。しゃあない切り替えてけ。切り替えて残り3日の休み一人旅に行くわ。悲しいな。なんかムカつくな。そうなんだよね。なんだろこの釈然としない感じ。追ってすがられるより後腐れなくてよかったやん。いくらでもまともな女はおるで。とにかくしばらく一人になりたいわ。待ってたわもめずに別れられてよかったな。そう思うことにする。無事終わったわ。昨日見てたで。どう考えてもいい気がまともや。ありがとう。
喪失感がなくなったらホッとできそうな気がする。Y も最近振られたんや。しんどいわ。結婚まで考えてた一致とは比べ物にならんかもやがお互い頑張ろうや。せやね。とりあえず大間までマグロ食いに行くわ。迷いがあるなら結婚するな後悔するぞ愛が今してる。そうなんやな。たとえ他の縁がもうなかったとしても結婚しない方が良かった。運愛がまさにその状態や。もう縁がないやろなーって早まってしまった。ほんなら結婚しなかったらしなかったで後悔はあったかもな。いずれにしても後悔はあったやろうけど結婚してからのストレスやばいからな。あと結婚してから出会う異性も魅力的なことよ。それは、どんまい。新婚旅行に弟同伴させたい系女子はいつか結婚できるんやろか。よかおめ切り替えてけ。ありがとう。家族と仲良すぎる家の女と結婚すると喧嘩した時に相手の家族から集中砲火食らうから地獄やぞ。向こうから一致を振るってことは、向こうは自分の方が正しいと思ってるんやろな。一家揃って頭おかしいよ。絶対結婚しちゃいけない相手だったら。まあ、選ぶ権利は対等やから。自分の人生の決定に他人連れてくることがまずおかしいからな。自分のことぐらい自分だけでケツ拭けんのかっていう。悪意も対もなく、単純に家族と行くとより楽しいと思ったんやろな。結婚はゴールではなくスタートである。手は言わ思ってるけどこのスレ見て正しそうだなと再認識。スタート地点を選べる時点で人生のスタートよりはまだフェアやな。よっしゃ、荷物もまとめたし、これから車で一人旅に行くで。とりあえず本州最北端大間崎を目指すわ。マグロ食うぞ。翌日。結婚の話まで言ってて、旅行後も後もで別れ切り出す女とか、絶対に恨みなんかあるやろ。昨日話してて、マリッジブルーになってるのかなとは思った。向こうは向こうで合わないなと思ってたことがたくさんあったみたいで、それを並べ立てられたわ。慰謝料請求してどっちに非があったかはっきりさせないと後が大変だぞ。いや、どちらも結果に不満はない。もう余計な出費も辛労もする必要なくなったと考えて楽しく過ごしてほしいね。結果的に良かったと思う。自分の価値観が正しいと思うやつとこじれると、本当は枯れるのとか大変。釈然としないかもだけど、結果良ければ全て良しだよ。おう、向こうはあくまで自分が振った手にしたいんやろな。ここにいるほとんどは一致に賛同してた。一致が疑心なくしたり反省する必要ないからな。マグロ楽しんで。そういう姑息な感じやなくて、今まで合わないかなと思ってたことがマリッジブルーで重大に思えて、とどめに今回の新婚旅行の計画の件が来たみたいな感じやった。後から式場や旅行のキャンセルや慰謝料で家族総出で出てきそうや。早めに手を打たんと。まとめられてるし、彼女から晒し物にされたって言われそう。幸いまだ相談してただけの段階やったからキャンセル料とかないで。相手に、この人と価値観合わないって伝わってよかったな。価値観なんて、どうやっても合わないんだからどっちかが折れるしかない。両方とも折れなければ破談や。というか、向こうもあんなに不安に思ってたとは思わんかった。せめて一気も彼女の弟がどういう存在だったのかが知りたかったなぁ。Y はそんなに興味ない。大多数の人間は一気が正しいと思っとるからモヤモヤするかもやけど気にするな。ありがとう。今は連休の一人旅を楽しんでるわ。とりあえず北海道はフェリー満席でダメだったからなんかするわ。田沢湖でも行こうかな。もしくは日本海側。大間崎着いた。思いのほか遠かったよ。おお。マグロ。一致写真撮るのうまいな。今日は近場で泊まるんか？綺麗な海見てたら色々吹っ切れたよ。北海道見えなくて残念。おつやで。またいい出会いがあるといいな。2倍が自分から避けてくれたと思え。よかったと思う。落ち着いてよかった。お疲れ様やで。新婚旅行に嫁が家族を連れて行きたいって言ったから何も考えずに嫁親弟プラス俺でハワイ行ったぞ。その半年後離婚したけど。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。